サーバでウォークインアイランドテラスカフェ、タコスシーズニングでタコチキンを作りたいと思います。はい、ということですね、鶏もも肉を切っていきます。今回からですね、ちょっとアイランドテラスカフェという感じでお料理もたまにやっていきたいと思います。はい、じゃあ塩コショウを切っていきます。必殺技のタコシーズニングです。直接かけていきますよ。そして庭に生えているフシマっていう島のみかん、ちょっと青い時は酸っぱいんですけど、酸味付けに匂い消しにつけました。これ最初につけた方が良かったですね、鶏肉に最初にね。ワグワンジャメーカ。はい、それでは付け合わせのミニトマトとラディッシュを、軽く焼くというか、揚げていきます。いい音。これですね、あの庭のテラスの方で、料理をしてます。なんか炭火とか使っていくのもいいですよね。とりあえず今回はカセットコンロでやってみました。で、ニンニクがなかったので、すりおろしのタイプの、やつと、そしてパクチーもなんとなく入れてみました。パクチー結構好きなんで、入れてみました。で、皮の方からこんがりと焼いていきまして、はい、もう美味しそう、うまそうですね。そしたら、重しを乗せるんですけど、ちょっと島っぽいかなと思って、サンゴの重しにしてみました。鶏肉ってやっぱあれじゃないですか、火が通りにくいから、なんかギャグみたいだね。鶏肉通りにくいんで、重しをしてね、中までちゃんと焼けるようにしてみました。はい、とてもいい感じでございます。音がなんかうまそうですよね、これね。はい、じゃあ出来上がりましたので揚げていきます。ワグワンジャメーカ。はい、じゃあカットですね。ちょっと火が通ってるか心配だったんですけども、もう OK、 バッチリでございます。ちょうどいい具合ですね。はい、それでですね、庭に生えているバナナの木の葉っぱをお皿にしてみました。これはよくある昔からのスタイルですね。これはね、バナナの葉をお皿代わりにするっていう。そしてまた追いパクチーを乗っけてみました。このパクチーも育ててるやつです。はい、昼ご飯完成いたしました。タコチキン、うまそう。さあ、それでは実食していきたいと思います。いけ、きた、幸せっていう気持ちでしたね、これはね。本当に美味しかった。ちょっとね、ピリ辛でね、こんな感じで、はい、サボでウォークインアイランドテラスカフェスタイルお送りしました。ご視聴ありがとうございました。